そこをやりたいです、うん、じゃあそこやりましょう、はい、内側を集中的にやりたい場合、はい、でこう骨があって、うん、骨の、まあ、際の辺だったりとか、うん、もうちょっと上のラインだったりとか、うん、こうちょっと、なんだろう、ちょっとこう、あ、ここ筋肉があるってところを見つけて、うん、捉えて、うん、揺らす、うんうん、これぐらいどうですか？大きな感じ、はい、同じ位置が微妙、ここでも大丈夫だけど、もうちょっと外側でも、ね、骨寄りってこと、この辺ですか、うん、大丈夫、今のとこ、あ、ここでもいいし、うんうん、ここでもいいってことですね、うんうん、で、まあ、ここの力でやってるので、ね、こういう感じ、そう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 、当てて親指を前に少し押し出す、そうそうそう、こっちも親指がやりやすいように添えてあげてね、ここのこの何て腕力、握力か、握力じゃなくて当てて手首を少し下げるような感じにすると親指が突き出るよね、はい、うん、それで圧が入ります、バイクの手でどこがいる、こういう感じ、イメージ、そうそうそう、さっきと違いますか、自然に入ってくる、さっきちょっとこう指の力で入れてる感じ、うん、あ、なんかこう、こうってことですか、うん、あ、もちろん、で、最初のだとこういう入れ方、あ、で、まあ、揺らしてるし、あの、ここの感覚ができてるからそんな悪くはないのよ、ただもったいない、うん、ここの力でグッて押すじゃなくて当てて親指を突き出す、で、こう入れていくと、はい、揺らす時もここですると動きがちっちゃくなりやすいよね、ただこうしとくと揺らしやすいって、うん、そう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 、うん、ちょっと触りながら、この動作もあるよ、ここだけで済まさない、手首も一緒に連動させてあげる、親指が自然とふくらはぎの中に入っていく、そう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 、結構入ってる、うん、集め、これどうですか、うん、大丈夫、うん、気持ちいい良さはありますか、今触ったのこの辺、はい、うん、もうちょいね、こっちの方がいいかも、なんか一つ一つ骨寄りって言ったらいいかな、あ、うん、ここですか、はい、この際ラインの方が効くでしょ、お、全然違う、今ちょっとここだからほぼなしではないんだけど、うん、ちょっとこう柔らかいから揉まれてる感じはちょっと少ないかも、割と際の方が欲しいかも、こっちも悪くないんだけど、こうなると厚みがあるから、もっとグッと奥の中心まで欲しい感じ。全然違いますね。うん。で、特に内側やりたいって場合だと、まあ、内側に多く流れてるリンパの流れとかを流してあげたいとかっていう目的が多くなってくると思うから、割と骨ギリギリの方を攻めていってもいいと思う。骨がここで、うん、ここですか？ちょっと骨寄り、骨すぎた、ここ、いや、骨寄りの方がいい、もっと骨寄り、もっと、うん、今ここですか、合ってます、ここ、その辺の方が骨の際押されてる感じ、こっちの方が気持ちがいい、私の方が、うん、あとはさ、今押してる向きがちょ
ょっと真横に行き過ぎてるかな。少しなんかこのふくらはぎの太さの中心に向かってみて。そうですね。ちょっとこっちに向いてる感じがする。分かんないけど、ちょっといろいろ角度変えてみて。今度場所はその辺が伊藤さん的には気持ちがいいらしいので、その辺でより向かう方向を変えることで、ここ場所がここということは、あ、待って待って、そこか。一般的にこっちの方が気持ちがいい。そうだね、上に上げようとしすぎてるかも。厚みの結構難しいもんだ、説明するの。何気にやってんだけど。ここだよね、はい、まずこ場所を捉えましょう。押し込むのはそんな押し込まなくていいので、親指を無理に突き出そうとしすぎてるかもしれない。当てました、当てました。手首をちょっと下げま す。行き過ぎ行き過ぎ。おう、で、ちょっと倒れる。そう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 、で、入ったね、今最初ここだけでやったじゃない、で、今ここまで行ったじゃない、ここだけで済まそうとしたんだね。これプラス、こう、上半身、あ、こっちですね、ちょっとずつ動く範囲は狭めていいので、ちょっと全部を連動させましょう。親指当てました、親指少し前に突き出しながら、自分の前に、そう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 、入ってます？ちょっとで、あの、何回かやりましょう。ずっと触ってるとなんか分かんなくなる部分もあるかもしれない。当てました。ある程度のところで返そうと思って、確かに返しすぎちゃう。もう親指がちょっとこう曲がってきてるので、当てたいところをちゃんと当てて、だから外れちゃうのかな。そのまま、少しでいい、少し。もう十分。ちょっと上を少し奥に出たいなと思った上半身の角度を変える。そう、ここが強いぐらいね、これ気持ちいいけど、今結構切りすぎてる感じ、ここだけ当てて、ちょっとクッて入れて、ちょっと入れて、今で結構入ってる気がしよう。それ以上多分やっちゃうと痛いですか。痛いというか、なんか外れてる、ポイントから外れてる。あ、ここだけでやってたってことですね。本当は、足の方が小さな指をちゃんと受け入れてくれているスピードでいて、ちょっとキュッてくる感じがするから、私は、今だ、このぐらいですか、この手前、手前でいい、今でも、外側より内側の方が敏感なので、ある程度こう当てる面積を。